テロ対策名物密輸準備のもっと前無差別的に内面を監視共謀罪の共謀罪テロ等準備罪で一体何メール、LINE、登場全部超えられる LINE のプライバシー誰も彼も無関係じゃない後半すぎる犯罪の対象相談の段階からの逮捕ここ譲れば自由が大将 Say no 共謀罪 Say no 共謀罪こんにちは。今日はこのどうなの安倍会見っていうリーフレットをお配りしていますので、こちらの柱のところにですねリーフレットありますので、ぜひ持って行ってください。で配ってください。そしてあともう一つ、今日は署名を行っています。今日の署名は共謀罪廃止の統一署名です。これの締め切りが8月の31日となっていますので、今日頑張って集めていきたいと思います。この署名と署名版も用意しています。そちら両方ともこの柱のところに用意していますので、ぜひ声をかけてください。このリーフレットですけれども、余りましたらぜひ持って帰ってくださって結構ですので、ぜひぜひたくさんの方に配ってください。わかりやすく今会見って何なのというので、一般の方にもわかりやすく書いてあるリーフレットですので、ぜひ受け取ってもらえるようにぜひ皆さん持って行ってください。よろしくお願いします。今日はですね1時間半ほどですが、天気もなんとかまあ持ちそうですね、この1時間半なんとか天気を持ちそうなので、街頭宣伝を始めていきたいと思いますので、ぜひぜひ署名もよろしくお願いします。それでは街頭宣伝を始めていきたいと思います。ご通行中の皆さんこんにちは。新宿南口ご通行中の皆さんこんにちは。8月6日は広島に原爆が落とされた日ですね。そして8月の9日2日前ですけれども、おとといは長崎に原爆が落とされた日です。そして今日から4日後の8月15日は敗戦の日ですね。8月15日は日本が戦争に負けた敗戦の日でもあります。8月はこういったことでも、戦争、アジア太平洋戦争を一回振り返る、そういった年でもあります。70年以上前日本が戦争に負けて、そこから、もう二度と戦争はしませんと誓ってこの憲法があるんですね。今の日本の憲法というのは戦争しちゃいけないよという憲法9条っていうのがあるんです。こういうのが、70年以上ずっと私たちの手で守り続けてきた。やっぱりなんだかんだ言いながらも戦争はやっぱり良くないよねって皆さん思ってますもんね。そういった、気持ちがずっと続いてきたから70年以上、戦争しちゃいけないよという憲法9条が守られてきた。また唯一の被爆国なんですよね。皆さん唯一の被爆国、これ日本なんですよ。原爆の被害に遭った、そして今もなお、苦しんでいるこの被爆に、しかもさらに福島原発事故があって日本は3度も被爆をしているんですね。こういった被爆の恐ろしさっていうのはよくわかる国なんです。そういったことで長い間こういった核と人類は共存できないんだと訴え続けてきた日本、そして核と人類は共存できないんだとずっと市民が訴え続けてきて、ようやくですね核禁止条約っていうのが国連でできたんです。核禁止条約だけれども唯一の被爆国である日本がこれに参加しなかったんですよ。どう思いますか？今回の安倍首相の発言を見ていても、唯一の被爆国、被爆地、広島長崎に訪れて被爆者を目の前にして、批判もされながらも、それでも核のない世界へと言っていますけれども、そういった方々、そういった安倍首相がその口から恒久平和と核のない世界を誓うと言いながらも、核禁止条約に完全に背を向けている。って思いませんか？どう思いますか？核禁止条約に唯一の被爆国の日本が参加しないでどうやって核を廃絶するんでしょうか？一瞬のうちで
14万人の方が亡くなった広島、5年間で20万人広島では、そして長崎では14万人、合わせて約35万人が、原爆が落とされて5年間の中で亡くなっているんですね。皆さん35万でどういう数字でしょうか。でも今もなお被爆の後遺症で苦しんで亡くなっていく方、もう把握しきれないんですけれども40万以上いるんですね、広島だけで。そういう数を見ても、この原爆そして核というのがどれだけ恐ろしいものなのか、その時ボーンって爆破して亡くなっちゃうだけじゃなくて、放射能を浴びて何代も何代も被爆2世、被爆3世とそうやって被爆をして、代々と続いていく、そういう恐ろしい、兵器をやっぱりなくさないといけないんじゃないか。これは唯一の被爆国である日本が一番世界に訴えなければならないことではないでしょうか。にもかかわらず今の日本政府は核禁止条約、これは真っ先に日本が参加しなければならないような条約ですよ。この国連の条約に、ボイコットした。これボイコットしたのは核を持っている国々ばっかりですからね。日本は核を持っていない、むしろ核の被害に遭っているのにもかかわらず参加しないってことがあるんです。これは本当にちょっと信じがたいことですよね。それなのに一方で安倍首相は被爆地に立って核のない世界を、核廃絶を口先だけで言っているんです。どの口が言うんでしょうか。皆さん安倍首相っていうのは嘘をつく、これは皆さんもだんだん分かってきましたよね。支持率も落ちてきましたし、今回内閣改造しましたけど微増、たったちょっとしか上がらなかった。まあすぐ落ちますよ。今までいろんな手で内閣改造を行ったり人事を変えることによって安倍内閣は延命措置を図ってきたんですけれども、もう手の施しようがないですね。いくら頑張ってもやっぱり支持率が上がらない。なんでかっていうと、今までどうして支持率が落ちたのかといったら政策に不満がある、そういったことで安倍内閣の支持率落ちてきましたけれども、今回の支持率が落ちている理由というのが安倍首相を信じられない、人間として信じられない、そういったことで落ちてるんですよ。これはもうねえ、どうですか皆さん、人として信じられない人が首相をやっている、これはもうどうにもこうにも上がらないんじゃないでしょうか。まず一つは共謀罪の、強行成立。皆さん共謀罪、自分たちには関係ない、一体どういう犯罪なの。もう犯罪って聞いただけで自分たちとは関係ないと思いませんか。けれども犯罪っていうのはいくらでも作ることができるんです。今、共謀罪廃止の署名を行っていますけれども、皆さんがお持ちの携帯、スマホ、メール、パソコンのメール、電話、こういうのがもう覗き放題なんですね。見放題、盗聴し放題で、私の携帯盗聴できるの、安心してください。盗聴法ってのがもうできてるんですよ。私たちの携帯の LINE やメール、そういったものはもう政府はいくらでも見れる。そういった中で例えば会社の賃金を上げてほしい、残業をなくしてほしい、給料を上げてほしい、そういったことをみんなで上司に言おう、会社にそれを交渉しようよと言ったら、もうこれは反社会的行為ですよ。こういうふうにして反社会的行為イコールテロだと、テロリストなんだと言われて、簡単に逮捕ができるようになる、そういった法律が、共謀罪なんですね。例えば会社に背く行為は反社会的な行為だけれども、逮捕する口実を作るために、例えばメールで会社の給料上げてほしいから会社の上司に交渉してみようよというメール、これただ既読、皆さん LINE やってる方はご存知かもしれませんが、見ただけで既読がつくんですけども、見ただけでもそういった行為に同意したということでテロ等準備罪、そういったことで引っかかってしまうかもしれない。皆さんテロと言ったら体に爆弾を巻きつけて、電車の中で爆破させたりする、これがテロのイメージかもしれませんけれども、今日本政府が言っているテロリストというのは体に爆弾を巻きつけて人混みの中で自爆テロを起こすことだけが日本政府が思い描いているテロではないんですね。例えば皆さんがあの上司ムカつくからぶっ飛ばそうで、そういったのもテロリストかもしれない。またお花見をして双眼鏡と地図を持っていたら、これテロリストだって言ってるんですよ実際に大臣が。
または、キノコ狩りに行ったらこのキノコがテロの軍資金になるかもしれない、資金源になるかもしれない。だから、キノコ狩りもテロ行為だと、これ本当に国会で言ってるんですよ。こうやって私たちの日常の中の全てのことがテロとつなげられて、テロリストもかもしれない、テロリスト予備軍かもしれない、そうやって、ずっと監視下に置かれて、反発もできない、物も言えない、国にとっていい子ちゃんでしかいられない、そういった世の中にこれからどんどんなってこようとしているんです。皆さん、アベノミクス、アベノミクスだと言って、ちょうど去年の参議院選挙の時も、あの安倍政権の戦争政策を覆い隠して経済優先の経済政策で票を勝ち取っていました。安倍政権っていうのはこの間ずっとそうなんです。経済優先、経済だといえば票が集まると思っているんですね。だけど皆さんのところにアベノミクス届いているでしょうか。去年の参議院選挙の時の票の調査では 5% の人しかアベノミクス実感してないって、去年の、参議院選挙の時にそういった結果が出たんです。さあ、この 5% の人しかアベノミクスを実感してないということは、 95% の人が実感してないってことなんですよね。 5% の人が実感してると言ってるんですね。アベノミクスが来てるなって実感してるということは、 95% の人がアベノミクス来てるとは実感できてないということなんですね。つまり、たった 5% の人たちがアベノミクスが来てるなと実感しているような政策でいいと思ってるんですよ。たった私たちの 95% は全く不景気で、お金がなくて生活が苦しくてもどうでもいいと思ってる。たった 5% の富裕層がアベノミクス来てるよ、ありがとうと言ってくれれば、それだけで政治生命が延命できる。そういった政策作り、そういった政治作りをアベノス、安倍政権っていうのはずっと行ってきている。だけれども、ここに来て嘘ばっかりついて、私たちをだまくらかして、経済といって目くらましを続けてきた安倍政権にも陰りが出てきました。今私たちの中でも皆さんもご存知かもしれないですけれども、賭け問題、森友疑惑、そういったことで安倍政権ってちょっと嘘ついてんじゃないのというのがあった。だって皆さん、本当に気の許せるお友達と年に何回ぐらい会えてますか。この安倍政権が発足してから15回、安倍首相はお友達の加計幸太郎さんと会ってる。私も安倍政権ができてから忙しくて気の置けない仲間と15回も会ってないですよ。そういうふうにして何回も年に3回ぐらいのペースでお友達と会っていて、それで今回お友達が新たに建てようとしている大学を知らないはずがないじゃないですか。そう思いませんか。1月に知ったって言うんですよ。信じらんないですよね。だけれども、それ前の答弁でもっと前から知ってて、加計学園っていうのは15年間一生懸命新しい大学を設立しようと頑張ってきてるんですって言ってる、知ってるじゃないですか。そういった嘘がどんどんボロボロと分かるようになって出てきて、ボロボロと出てきて、あ、嘘ついてるなっていうのが一般の私たちにも分かるようになってきた。またその安倍政権の安倍首相が言っている嘘を、助長するかのように、安倍首相の周りの人たちの嘘も分かるようになった。萩生田光一さんが、加計学園の系列の大学で客員教授をやっていた、バーベキューをしていて楽しそうにしていた、それなのにもかかわらず安倍首相と加計幸太郎さんが腹心の友だということは最近知りましたって言っている。けれども、自分のフェイスブックに仲良さそうにバーベキューしている写真なんかは自分のフェイスブックに載せてるんですよ。この記憶にない、覚えてません、なくしましたと、いつもいつも安倍政権は言っていますけれども、こういった国のトップが記憶にないとか、大切な書類をなくしたとか燃やしちゃったとか、これはあってはならないことじゃないですか。皆さんの学校の、皆さんが小学校や中学校や高校、大学、そういった学校の成績を学校側がなくすようなもんなんですよ。なくしたんであなたの成績分かりませんって言っているようなもんなんです。今回の日報各紙はそういった問題なんですね。昨日、稲田防衛大臣のが起こした日報各紙、この集中審議が行われました。閉会中審査が行われました。だけれども、肝心の稲田大臣ってのは全然出てこなかったんですね。
この日報隠しっていうのは本当に皆さんの成績表をなくしましたって先生が言うようなものなんですよ。そういうレベルのとんでもないことをしてるんですね。人の命が関わってるんで成績表どころじゃないですよ。人の命が関わるような大切な日報を、自衛隊の日報を隠した、この大問題のことを、閉会中ですけれども、閉会中審査で国会が開かれて昨日行いましたけれども、肝心な稲田朋美さんがいないとこの問題わからないですよね。テレビのキャスターもこの問題よくあれですけど、稲田さんが出てこなければわからないですよね、そうですねみたいな、そんな会話がテレビのニュースキャスターの間でもされているんです。どうして出さないか、これはまさに稲田隠しですよね。日報隠しに稲田隠し、都合の悪いことはみんな隠しちゃおうという、こういった隠蔽、政治、これはまさに独裁政治そのものではないでしょうか。皆さんどう思いますか。今回仕事人内閣だなんて言いながら、江崎大臣なんかは何を言ったかといったら、俺はもう素人だと、官僚が用意した答弁書をそのまま読むだけだと、そんなことを言ってる、これがどこの仕事人内閣なんでしょうか。もしかして江崎大臣はただの酔っ払いの気のいいおじさんなのかもしれない。だけれども大臣としては全然ふさわしくないですよね。人がいないんじゃないですか、自民党。そういったことでもだんだんとちょっと自民党おかしいよね、安倍政権おかしいよねという声がだんだんと出てきてると思っています。皆さん、安倍首相が今一番やりたいことは何でしょうか。憲法改悪です。この憲法9条、戦争しちゃいけないよ。この8月は反戦の月間でもあります。戦争しちゃいけない、反戦平和、もう一回改めて思わなきゃいけない。私たちの国は戦争しない国でよかったね、そう思うような、そう思うような月なんですけれども、ここに来て安倍政権は何としてでも戦争しちゃいけない憲法9条を変えたい。憲法9条に自衛隊を明記して、戦力を明記して戦争ができる国にしよう、そういったことを安倍首相はもう早く早く進めたいと言っている。だけれども今憲法に触れて安倍政権、ちょっと揺らいできてますよね。このままじゃ改憲、自分の思い描いてるイメージできないんじゃないかと思ってるけれども、絶対に自分の任期中には何とかしてやりたい、再選しても自分は何とかして、安倍政権を続ける限り、安倍政権やってる限り憲法を変えたい、そう思っているんですね。なので私たちは憲法は絶対ダメだよと、絶対に触れちゃいけないよと、そういった声を私たち一人一人が上げていかなければなりません。皆さん、この政治おかしいんじゃないのって思うと、ついつい受け皿を求めたがると思います。だけれども誰かに任せれば、誰かについていけば、それじゃ世の中は絶対に変わんないんです。皆さん一人一人が憲法を守んなきゃいけないと、一人一人が声を上げなければならない。受け皿を求めるだけの政治だけでは私たちの世の中は変わらない、私たちの未来は変わんないんです。誰かが強いものについていく、あの人についていけばいいんじゃないか、あの人に投票すれば世の中が変わるんじゃないか、そんなに簡単に世の中は変わりません。皆さん、憲法にも書いてありますけれども、普段の努力、皆さんの一人一人が政治に関心を持つ、平和でいたいと思うんであれば政治に関心を持つ、自分たちの給料をもっと増やしてほしいな、もっと改善してほしいな、そう思うんだったらもっと政治に関心を持つことが必要なんです。今行っている残業代ゼロ法案だとか、働き方改革だと言ってますけれども、雇用が増えたと言っても、増えてるのは非正規雇用なんです。正規雇用は減ってるんですよ。こういう流れをやっぱり私たちは考え直して、やっぱ安倍政権おかしいよということを一人一人が声を上げていかなければ、私たちの未来は、作れないんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。皆さん、今一人一人が憲法って何だろう、憲法9条って何だろう、今安倍政権が、安倍首相が憲法を変えたいと言ってるけど、どう変えたいの、そういったことをぜひぜひ皆さんニュースで調べてみてください。ネットで調べてみてください。今ですね、お配りしている安倍会見って何という、この安倍会見何だろうという、そういった、分かりやすいリーフレットをお配りしていますので、今安倍首相が言っている会見って一体どういうことをやろうとしているのかということをぜひリーフレットを見て、知ってください。またこの共謀罪、今回バーッと通されて、これが原因で安倍政権の支持率が1回落ちましたけれども、この共謀罪を廃止する、そういった統一署名も行っていますので、ぜひ署名にもご協力をよろしくお願いします。
今からですね、紙芝居を行っていきたいと思うんですけれども、戦争の作り方という紙芝居です。皆さんの生活と戦争っていうのは全く結びつかないんじゃないでしょうか。自分たちとは一番遠いところにあるのが戦争だと思ってませんか。だけど今日本は武器の開発、武器輸出、そういったことをして他国の戦争に関わっているんですね。私たちの国から出た武器が子どもたちを、他の国の子どもたちを殺しているかもしれない。そういったことを皆さん考えたことありますか。それで儲かったお金でアベノミクスだ、やったーなんて思えますか。思えないですよね。そうやって今日本は武器輸出をしたり、憲法を変えたり、集団的自衛権といって解釈で憲法を変えたり、そうやって少しずつ戦争ができる国になろうとしているんです。こちらは、とてもわかりやすい絵本、子ども向けの絵本を大きく引き伸ばして紙芝居仕立てにしました。戦争の作り方、この横にですね、今現在本当に行われていることが、ニュースになっているのを、ニュース貼り付けてありますので見てみてください。もうやってるんだこういうことっていうのが分かると思いますので、ぜひ見ていってください。横で手話通訳をつけます。通行中の皆様、連休初日ですね。私も昨日で仕事をなんとか収めて休みに入って、ウキウキしばらく自由だななんて思ってるんですけれども、でも世の中いろんな嫌なニュースも流れてきますよね。特に8月になって広島、長崎、原爆が落とされて平和記念式典がありました。そこで被爆者の人たちの誓いの言葉を私は見ました、聞きました。今でも YouTube で見れると思うので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけれども、その人たちの平和への思い、憲法への思い、戦争をや絶対にやっちゃいけない、世界から核をなくさなくちゃいけないという思い、私は本当になんていうか、こう自分の世代、次の世代にもつなげていかなくちゃいけないな、この思いをというふうに本当にしみじみと感じました。その人たちがいるから、生き残ってくれているから、私たちもここにいるんだということを忘れないで、命を大切に生きていきたいなと思っています。そうやって歴史というものが、自分が生きている時代が後から未来になって、歴史の教科書にどういうふうに書かれるのか考えたことあるでしょうか。私は今の時代は日本が戦争に突入してった日なんだよとか、そんな風にもし書かれたら嫌だなと思ってます。皆さんはどうですか。ちょっと自分を未来に置き換えて考えてみてください。その時の手助けになるのがこういう芸術作品だと思います。分かりやすい、子供にも分かる言葉で書いてある絵本ですので、どうぞご覧になってください。新戦争の作り方です。あなたは戦争がどういうものか知っていますか。おじいさんやおばあさんから昔のことを聞いたことがあるかもしれません。学校の先生が戦争の話をしてくれたかもしれません。話に聞いたことはなくても、テレビで戦争している国を見たことならあるでしょう。私たちの国は70年近く前に戦争しないと決めました。だからあなたは戦争のために直接には何かをしたことがありません。でも国の仕組みや決まりを少しずつ変えていけば、戦争しないと決めた国も戦争できる国になります。その間には例えばこんなことが起こります。私たちの国を守るだけだった自衛隊が武器を持ってよその国に出かけるようになります。世界の平和を守るため、戦争で困っている人々を助けるためと言って、攻められそうだと思ったら先にこっちから攻めるとも言うようになります。
戦争のことはほんの何人かの政府の人たちで決めていいという決まりを作ります。他の人には戦争することにしたよと言います。時間がなければ後で。政府が戦争をするとか戦争をするかもしれないと決めると、テレビやラジオや新聞は政府が発表した通りのことを言うようになります。政府に都合の悪いことは言わないという決まりも作ります。みんなで普段から戦争の時のための練習をします。なんか変だなぁと思ってもどうしてと聞けません。聞けるような感じじゃありません。学校ではいい国民は何をしなければならないかを教わります。どんな国やどんな人が悪者かも教わります。街のあちこちにカメラがつけられます。いい国民ではない人を見つけるために、私たちもお互いを見張ります。いい国民ではない人が周りにいないかと。誰かのことをいい国民ではない人かもと思ったら、おまわりさんに知らせます。おまわりさんはいい国民ではないかもしれない人を捕まえます。戦争が起こったり起こりそうな時は、お店の品物やあなたの家や土地を軍隊が自由に使えるという決まりを作ります。いろんな人が軍隊の仕事を手伝うという決まりも。例えば飛行機のパイロット、お医者さん、看護師さん、トラックの運転手さん、ガソリンスタンドの人、建設会社の人などです。戦争にはお金がたくさんかかります。そこで政府は税金を増やしたり、私たちの暮らしのために使うはずのお金を減らしたり、私たちからも借りたりしてお金を集めます。味方の国が戦争するときにはお金をあげたりもします。私たちの国の憲法は戦争しないと決めています。憲法は政府がやるべきこととやってはいけないことを私たちが決めた国の大元の決まりです。戦争したい人たちには都合の悪い決まりです。そこで私たちの国は戦争に参加できると憲法を読み替えます。さあこれで私たちの国は戦争できる国になりました。政府が戦争すると決めたら、あなたは国のために命を捨てることができます。政府がこれは国際貢献だと言えば、あなたはそのために命を捨てることができます。戦争で人を殺すこともできます。お父さんやお母さんや学校の友達や先生や近所の人たちが戦争のために死んでも悲しむことはありません。政府は褒めてくれます。国や国際貢献のためにいいことをしたのですから。人の命が世の中で一番大切だと
今まで教わってきたのは間違いになりました。一番大切なのは国になったのです。もしあなたがそんなのは嫌だと思ったらお願いがあります。ここに書いてあることが一つでも起こっていると気づいたら大人たちに大変だよ、なんとかしようよと言ってください。大人は忙しいとか言ってこういうことになかなか気づこうとしませんから。私たちは未来を作り出すことができます。戦争しない方法を選び取ることも。おしまいです。ありがとうございました。皆さん、行ってください。皆さんのスマホや携帯覗き見されるなんて嫌ですよね。何にもしてないのにあんたテロリストでしょうって言われるのも嫌ですよね。共謀罪、本当に恐ろしい法律なんです。これどう恐ろしい法律なのかというの、そして何のために作ってんのよということで、分かりやすく紙芝居にしましたので、共謀罪、テロ等準備罪と言われています。何のためです。テロ等準備罪、これ皆さんご存知ですか。強行に成立されてしまった共謀罪、テロ等準備罪、もしまだちょっといまいちよく分かってないんだよねとか、そういう方がいらっしゃいましたらぜひ見ていってください。とても短いのですぐ終わりますので、もしよろしければご覧になっていってください。国会の方でテロ等準備罪、これ正式には組織犯罪処罰法改正案という名前なんですね。皆さんご存知でしょうか。これ過去3回実は国会に提出されて3回とも廃案になった共謀罪と同じ内容のものなんです。テロとか組織犯罪というふうな名前を変えました。今回4度目に出すとき安倍政権、そういうふうにすればみんな危険な法案の中身がテロリストとか犯罪組織だけに関わって自分には関係ないだろうというふうにみんなをごまかせる、そういう意図があって私は名前を変えたんだと思います。武器輸出のことも防衛装備、戦争できる法律のことも安全保障、そうやって安倍政権はパッケージをもう名前を変えて、中身をごまかす、これ何度も何度もやってきたことなんです。私はまたこの共謀罪でもやったなっていうふうに思いました。じゃあここでその内容を説明しようと思います。ここにも書いてありますけれども、実行されなくても犯罪がですね、被害者がいなくても、それそうですよね、犯罪行為実行されなければ被害者もいないですから、それでも罪に問われる。これ今までの日本の刑法っていうのは実際に犯罪行為を行ったらそれで罪に問うという、そういうものですから、今までのその刑法を根底から覆すとも言われてますし、日本国憲法が保障している内心の自由ですね、私たち実際に何かこう悪いことしなければ心の中で何を考えても自由なんだよ、いいんだよってことを日本国憲法で保障されてるんですけれども、このことにも違反すると言われている法律なんです。例えばここにこれ LINE やってる人分かりますよね。 LINE の画面で俺さ上司にさ給料泥棒だとかお前やる気あるのかって言われちゃったよって、それってひどくない、パワハラじゃん、何そいつみんなでボコボコにしてやろうぜ、ぶん殴ってやりたい、上司にどうやって仕返しするか、ちょっとこの後飲みながら作戦会議だねなんていうやり取り、まあ冗談でね友達思いだったりそんなノリでやりますよね。だけどこうやって実際に会わなくても LINE 上で同意したとみなされる、 Facebook のいいねや LINE の記録、 Twitter のリツイートでも同意しただろうと、共謀しただろうとみなされる恐れがあります。だから気軽にもストレス発散とかね、酔った勢いとか
愚痴とか冗談で誰かと話してることに分かるわとか、そうだそうだとか、そういった頭にくるから俺もボコボコにしてやりてえよみたいなことを軽くノリで言っちゃったら、もうあなたの共謀罪の罪に問われるんですよ。恐ろしいですよね、本当に。そういう危険な法律なので、弁護士さん、日本の弁護士さん全てが加盟する日本弁護士連合会も、これは人権侵害の恐れがあるということで、この共謀罪に大反対しています。安倍さんは未だに言ってます、テロ対策、東京オリンピックを開くために共謀罪が必要なんだというふうに言ってますけれども、殺人予備罪とか爆発物取締り罰則とかテロ犯罪を未然に防ぐ法律っていうのは少なく見積もっても58以上あるんです。国連の方でもテロ行為を防止するために14の条約っていうのを紹介してるんですね。でそのうち日本はもう13条約をすでに締結していて、条約に合わせてもう国内法もすでに整備をしてあると。だから法律によってテロを未然に防ぐことは日本はもう準備済みでちゃんとやってるんです。大体安倍さん自身がですね、2013年に言っていたことが2020年を迎えても世界有数の安全都市東京だからぜひ来てくださいとプレゼンテーションやってるんですよ。まあ、安倍さんの言う通りですよ。日本の犯罪、日本は安全ですよ。日本の犯罪は減ってるんです。皆さんご存知ですか？減少傾向にあるんですよ。警察白書を見れば分かります。警察白書、2002年に285万件だった刑事犯罪の認知件数、これが去年2016年には99万件に下がってるんです。でさらに去年は年間2000万人を超える外国人観光客が来日してますけれども、テロ事件は起きてないですよね。こういう事実からも政府の言うテロ対策、オリンピック対策だから共謀罪が必要なんだっていうのはまやかしだということが分かります。じゃあ何のために作るのさ、テロ対策になってないんじゃ作る意味ないじゃん、そう思いますよね。でももう執念深いですよ。3回廃案にされて4回目で無理やり通したわけですから、もうとにかくこの共謀罪って法律は政府が作りたい。なんでか、それは政府にとって都合の悪い人を逮捕できる法律だからです。戦争反対とか保育園を作ってほしいとか、そういうふうに間違った政策への批判だったり、私たちの当然の要求、そういうものも萎縮させて人々が声を上げにくくする、そういう狙いがこの共謀罪にあるわけです。え、大げさじゃんとか考えすぎじゃんとか、あんたの妄想じゃないとか思う人います？いやいや、そうじゃないんです。犯罪者ではない人々がすでに監視対象になっている現実があるんです。ここにも書いてありますけれども、全国公害患者の会連合会、日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議、そして広島、長崎、私たちは被爆国に生きてるわけですよね。そういう被爆された方々、核兵器の廃絶を訴える団体、こういうものも監視対象になっている。生活協同組合、アムネスティ・インターナショナルという人権保護団体、情報公開を求める市民運動、青年法律家協会、こういう人たちが1990年に公安調査庁の内部資料が流出して監視対象になっていた、犯罪者扱いされていて、どう思います？公害だったり、核を落とされたり、
自分が悪いわけでも何でもない突然そういう悲劇に襲われた人たち、そしてそういう人たちを救済したいと思って寄り添っている人たち、それから人々の人権が侵害されないようにというふうに活動している人権保護団体、もっともっと身近なところで言えば、体に安全なものを食べたい、家族に安全なものを食べさせたい、遺伝子組み換えとか農薬まみれとかそんなの嫌だって思って、自分たちで安全な食べ物を取り寄せてそれを食べましょうという生活共同組合みたいな、そういう当たり前のことですよね。ジャーナリストの人たちだって世界で何が起きているのか真実を報道すると、そういう主張をしている人たちをどうやら権力者は監視対象、犯罪者として見ている、目障りな存在だということです。で、こういうふうにさまざまな、団体をの人たちを黙らせ、逮捕をちらつかせ、萎縮させるのが共謀罪ということです。自分は一般人だし別に何の組織にも属してないから関係ねえって人いますか？それははっきり言って甘い考えだと思います。テロ等準備罪の等の中に全ての人が含まれているんですよ。安倍さんのお友達以外全員含まれているんですよ。安倍さんのお友達ですか、あなた安倍さんのお友達は森友加計学園見ても分かるように逃げちゃうかもしれませんね。逃げようと逃げようせるね、国会に出てこいって言っても出ないで逃げてますよね、稲田さんにしても。だけど私たち違いますよね。一般人です。安倍さんのお友達ではないです。だからここに含まれちゃうんですよ、テロ等準備罪の等に。テロリストとそのなど他、どういう人が一般人なのか、みんな私もあなたも自分は一般人だからって思ってるかもしれないですけれども、でもそれを決めるのは私たちじゃないんですよね。警察だったり国家権力が決めるわけです。そういうことが実はもうすでに日本では起きてます。皆さん、天下の悪法と言われた戦前の治安維持法を学校で勉強しました？私も社会で勉強しました。この治安維持法ができたから戦争に反対しようとしても逮捕されちゃうから戦争反対って言えなくなっちゃったと。共謀罪、これがこの治安維持法にそっくりなんです。当時の政府も一般人には関係ないって言って治安維持法を通したらしいですね。でも結局最終的には数十万人の一般人も逮捕されちゃったし、約2000人の人が拷問などを受けて獄死させられています。この写真の方、創価学会の方はご存知だと思います。創価学会初代会長滝口爪三郎さんの写真です。この人も治安維持法違反で逮捕されて投獄され獄死してるんですね。だから共謀罪っていうのは現代の治安維持法だというふうによく言われています。共謀罪よくわかんないわという人は治安維持法、社会で習った治安維持法を思い出してみるといいかと思います。それが最終的にどんなことになったのか、こういう恐ろしい法律を持たせると国家権力は何をしでかすのか、もうすでに私たちは歴史で学んだはずです。創価学会の人たちも学んだはずです。だから一緒に反対しましょうと私は言いたいんですけれども、いかがでしょうか。どういう人が一般人でどんな組織の犯罪組織なのかっていうことすら法務大臣は答えてないんですよ。そうやって定義が曖昧な法律っていうのはもういかようにでも解釈できて、警察による冤罪やでっち上げが多発する、これはもう目に見えています。治安維持法の時もそうでした。で、今はこの治安維持法の時代よりももっと私が恐ろしいと思っているのは IT 技術が発達していることですね。
こうやって街歩いてても監視カメラとかありますよね。高速道路に乗れば N システムが利発でナンバープレートをチェックしてますよね。そうやって私たちのプライバシーというものが国に覗き見されたり企業に売り渡されたりしている、そんな時代にもう突入しているわけですね。で、この写真にもいるこの人、エドワード・スノーデンさん、ご存知ですか？スノーデンって映画もありましたし、NHK にも出てましたけれども、スノーデンさんのこの共謀罪っていうのは私たちを監視するシステムだから非常に危ないというふうに警鐘を促しています。で、よくあんたたち何テロリスト予備軍なのとか、悪いことしようとしてるから共謀罪に反対してるんじゃないのとか、悪いこと企まないんだったら共謀罪に反対する必要ないでしょとか、そういうこと言ってくる人たちいるんですけれども、違うんですよ。これ誰がもともと言い出してたかご存知ですか？これってマッチングドイツが言い出した。マッチングドイツがこうやって警察に行って話しようよ、ほら。警察行った話しようほら。邪魔してないで、ここはやったんだから。もし、一緒に声を上げてくださる。何か反対の声を表したい。
憲法の改悪、そして憲法違反の特定秘密保護法、
安保関連法、テロ等準備罪、廃止できるように声を上げていきましょう。今までの自民党政権と安倍政権は違うということをよく考えてみてください。ありがとうございました。お前だから検証しちんだよ。共謀罪というものが本当にどれだけ恐ろしいものですか。そして特定技術者の方法を自宅的に政権がやってきたことを皆さん忘れに使えるんじゃないよ。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 直接接してない。直接接は僕の場に入ったからです。まずあんたは殴ったんだよね。事実、あんたは必死で殴ったんだよ。じゃあもう一人スイッチしていただきたいと思います。だからじゃあ弁査されてよ。あの二度に渡って使ったんだよ。やめた。皆さんこんにちは。今までもの方も話がありましたけれども、共謀罪は十分な国会での審議もされずに、共犯人採決されてしまいました。そしてまた、森友問題、酒問題では、国家の私物化、税金が安倍総理のお友達に優先的に流れたんじゃないか、そういう疑惑が上がっておりますが、しかし、その疑惑は全く解明されないままに、先日は内閣改造が行われました。その間ですね、安倍政権の安倍内閣の支持率は一時 20% 台にも落ち込みました。24日の毎日新聞の世論調査の結果では 26% と前回よりも 10% も下落しました。国民の怒りがやはりこうした安倍政権のやり方に現れているのではないでしょうか。森友学園、加計学園の問題の疑惑全く解明されていません。また稲田 防衛大臣の関与が疑われる自衛隊の密報隠蔽問題も真相が明らかになっていません。稲田防衛大臣は責任を取ってようやく辞任しましたが、情報隠しの真相はまだ闇の中です。やめてもまだまだ説明責任をしっかり果たしてもらわなくてはいけません。7月初めに行われた都議会選挙では自民党は惨敗しました。また7月23日に行われた仙台市長選挙でも自民党候補が野党と市民の会が支援した郡和子さんに敗北しました。明らかに国民はもう安倍政治は信用できない、文書を隠したり破棄したり国会で知りません、記憶にありませんを連発してごまかそうなんて許せない、そういう思いが支持率の下落や地方選挙の結果に表れていると思います。そんな中、先月、24日と25日国会では安倍首相も出席して閉会中審査が行われました。しかし加計学園問題の真相は解明されるどころか、ますます疑惑が深まりました。確かに安倍首相は、答弁に立った安倍首相はこれまでのような相手を威嚇したり上から目線のような高圧的な主張ではありませんでした。低姿勢を装ってはいました。これは支持率の低下やこんな人たちに負けるわけにいかないなどと国民を侮辱するような発言に対する批判をかわすためにそうしたのではないでしょうか。しかし答弁の中身は完全に辻褄が合わなくなっています。疑惑がますます深まったという感じです。まず一つ目は、安倍首相は加計学園の獣医学部新設計画を知ったのは1月20日だと
びっくりするような発言をしました。今治市が国家戦略特区の下で獣医学部新設を申請したのは2015年6月のことです。2年以上前です。安倍首相は今年5月9日参議院予算委員会で自由党森ゆう子議員の質問に対し、申請段階で当然総理大臣として知り得たと答弁しています。また6月5日にも民進党の平山議員に対して申請された段階で承知をしたわけでございますと言ってるんです。それなのになんで今年の1月20日まで知らなかったと、そんな発言が今頃になって出てくるんでしょうか。野党議員がこれに対して明らかに虚偽答弁だ、全く信じられないと問い詰めると、安倍首相は何て言ったと思いますか。当時は急な質問で整理が不十分なままにお答えした部分があったなどと言い訳しているんですよ。こんな答弁がまかり通るのであれば何でもありになってしまいますよね。何か追及されても、いやそれはちょっと頭が整理されていなかったのでなどという言い訳が国会で通りますか。国会の審議や答弁はそんなに軽いものではないはずです。国民の税金や命、生活がかかった 国会の場でそんなことを言い出す主張を皆さん信じられますか。各学園の獣医学部新設は昨年11月に決定されたのですが、昨年7月から12月までのたった半年足らずの間に、安倍首相は首相が腹心の友と呼ぶ友人である加計学園理事長の加計幸太郎氏と6回もゴルフや食事を重ねています。しかもこの間に加計理事長は農林水産大臣や地方創生担当大臣とも面会して獣医学部新設のことを話しています。関係大臣には話していても、こんなに頻繁にゴルフや食事をしていた安倍首相には獣医学部新設の話はしていないなんて誰が信じられるでしょう。この他にも加計学園問題に関係したとみられる閣僚や官僚たちからは、記憶にない、覚えていない、記録にないなどという内々尽くしの答弁しか聞こえてきません。まず2015年4月に今治市の職員が首相官邸を訪問したことが今治市の文書で明らかになっています。加計学院の獣医学部が新設される2ヶ月前のことです。この時面会したのではないかと24日の閉会中審査で追及されたのが、当時首相補佐官を務めていた柳瀬忠夫氏です。関係者の証言として、柳瀬氏は今治市側に希望に添えるような方向で進んでいますと伝えたと言われています。これが事実だとすれば、首相の秘書官が駆けありきに関わっていたことになります。今治市の職員に会ったのかと追及され、記憶がありませんを7回も繰り返しました。なぜ会いませんでしたと言えないのでしょう。仕事上で会った人のことを閣僚ともあろう人がそんなに簡単に忘れてしまうんでしょうか。記憶がありませんという曖昧な答弁に信じられないという思いを抱いてしまうのは国民として当然のことだと思います。また首相官邸の入管記録が残っていないはずありません。面会したかどうかは入管記録を確認すれば済む話です。それにもかかわらず安倍首相は記録は保存されていないと答えているんです。これも信じられない話です。首相官邸を訪れる人たちはセキュリティの観点からも厳しくチェックされるはずですし、当然入管記録は取っているし、それを保存していないわけはありません。本当に呆れた答弁だと思います。このように加
明け学園問題は疑惑が深まるばかりです。こうなれば当事者である加計学園理事長の加計幸太郎氏の承認喚問が絶対に必要です。ぜひ臨時国会を開いて深く追及してもらいたいです。森友学園や加計学園に象徴されているように安倍政権が行っているのは国家の私物化です。自分を支持している人たち、自分の身内には便宜を図り都合のいいように優遇する、そんな公私混同がまかり通っています。そして公文書が廃棄されたり情報隠しが行われ、国民の知る権利はことごとく踏みにじられています。またメディアまで私物化し、政権に都合のいいことしか伝えないお抱えメディアを利用して世論操作している反面、政権を批判するメディアには圧力をかけているというひどい状況です。今や日本の報道の自由度は民主党政権時代の11位から72位まで落ちてしまいました。国会では数の力に物を言わせ、審議を無視して強硬な採決が繰り返されています。こんな独裁的な政治を早く終わらせ、国民の声が生かされる民主的な政治を一刻も早く取り戻していきましょう。それには私たち一人一人がもっと政治に目を向け、自分たちの問題として政治を考えていくしか道はないでしょう。ぜひニュースとかを見るときも、自分の生活に政治が密接に関わっているという意識を少しでも持つようにしていきましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今ですね、あちらの方でちょっとちょっとね、こう署名を取っている人にわざと女性を狙ってこうぶつかっていく、そういったことに対してぶつかって回ろうとしてた人に仲間が、あ、それはちょっとというふうに言って言ったんですね。それでちょっと少しはここで揉めたわけなんですけれども、これからですね、やっぱそういったことが多くなる。私もこの前地元で街頭宣伝やっていたら、うちわで叩かれたんですね。だけどすぐに仲間が飛んできて、確保してくれたりとかしてくれて、やっぱりこれから憲法をめぐって憲法を変えた方がいいっていうのと、憲法を守った方がいい、そういうふうにして真っ二つに世論っていうのは分かれてくると思うんですね。そうなると絶対に街中で議論が湧く、街中で、叩かれたりとか、そういった小突かれたりとか、そういったナンセンスなことがどんどん起きてくると思うんです。でそれに対して私たちが怖がって街に出ない、街頭宣伝に行わない、そういったことを声を上げない、そういったことがやはり皆さん狙いなので、絶対にこういったことに屈しない、文句言われたりもう殴られるふりをされたり叩かれたりするかもしれないけど、その時はみんなで仲間を守る、みんなでお前何やってんだって、お前暴力振るんじゃないぞって、そういうことをみんなで声を出して一人一人守っていく。そしたらみんな安心してこれからもこうやって憲法を守ろうよ、平和がいいよね、戦争は絶対ダメだよね、そういった声を上げ続けることができると思うんですね。なのでこれからもこういったことが起きるかもしれませんけれども、皆さんの力で、あの人すごく怪しかったよとか、あの人わざとぶつかってきたよとか、そういったこともぜひぜひ声を掛け合って、みんなで街中での民主主義をみんなで実践していきたいなと思っています。ちょっとあちらでいろいろあって皆さんびっくりされたかと思うんですけれども、そうやって本当に街中で民主主義を作るということを実践していきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。それではですね、消防罪、今回施行されてしまいましたけど、じゃあこれから共謀罪が施行されたらどういうことになるのかな、共謀罪ってどういった犯罪なの、こんな会話でも逮捕されちゃうのということを簡単にお芝居自宅でやりますので、3分ぐらいなんでぜひ見ていってください。こんな会話で逮捕なのです。ご説明させていただきましたけれども、署名ありがとうございます。今度はもっと短いお芝居仕立てです。全然だから難しくないですので、ぜひもう5分もかかりませんので、ぜひお時間ある方ご覧ください。それでは始めたいと思います。タイトル
こんな会話で介護なの？よう、久しぶり。どう、久しぶり。どうよ、仕事は。ああ、一人うざい上司がいてよ。俺のところにもいるいる。仕事が忙しい時に限ってどうでもいい話を振ってきて邪魔そうなってよ。それな。マジでお前消えろって内心ぶち切れてるわ。思うわ、それ。そんなこと、そんなこと言ってるとテロと準備隊で二人とも逮捕されちゃうよ。ありえねえ。テロじゃねえし。だからテロじゃなくてテロとのとなどの部分よ。二人で共謀して上司を消そうとしてたでしょ。その相談をしてたから完全にテロと準備罪、共謀罪で逮捕。マジかよ、冗談に決まってんだろ。消えろって目の前から消えろって意味だし。だから冗談か本気かどういう意味かを決めるのはあなたじゃなくて警察なの。盗聴できる法律がすでにあるから警察は盗聴し放題になってるわけだから言い逃れもできないしね。まさか俺たちみたいな一般人警察の相手にしないっしょ。そうだよ、テロリストでもない俺らみたいな一般の人は関係ないだろう。考えすぎっていうか大げさなんじゃないの。大げさとか考えすぎとか一般人の自分には関係ない法律だって私も思いたいんだけど、だけど歴史という過去の事実が証明しちゃってるんだな。これは歴史？うん、治安維持法って昔あった法律、これにそっくりなんだよ。テロ等準備罪、いわゆる共謀罪って。治安維持法か。あれも最初は限定的で一般の人には関係ないって言いながらどんどん拡大解釈されてたくさんの人が逮捕されたり拷問されたりして戦争反対も言えなくなって。マジで？やばくない？その法律。うん、私はとっても危険だと思ってる。自分には関係ないテロ組織だけが対象の法律だと思っていたよ。もし本当にテロ組織だけを対象にするならテロ等の等って文字はいらないと思わない？確かに、その等が拡大解釈の余地があって怖いな。それにテロ計画を防止する法律はすでにあるから必要ないって弁護士さんたちも大反対してるんだよ。そうなんだ。となるとテロ対策なんて言いながら実は他に狙いはないって感じだね。政府に異議を唱える組織を一網打尽にしたいとか。うん、消費税上がるのやだな。年金下げられて困る。保育園落ちた。給料上げろとか言えなくなっちゃうかも。それですぐには逮捕されなくてもみんなビクビク萎縮して言いたいことが言えなくなっちゃうかもね。愚痴や本音トークも言えない世の中なんて息が詰まるよ。何がテロ等準備罪は一般の人には無関係ですだよ。俺たちを騙しやがって腹立つな。自分に都合のある人をバンバン捕まえるでしょう。だからたとえ法律が決まったとしても施行されたとしても反対の声を上げ続けることが私たちに対する人の逮捕を防ぐ一つの方法になります。署名がたくさん集まることも一つの抑止力になります。ありがとうございます。ぜひ署名にご協力ください。よろしくお願いいたします。次に移りたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。ご通行中の皆さんの中で新聞社とかテレビ局から世論調査の対象になっていろいろ聞かれた方ってどれだけいるんでしょうかね。新聞とかテレビはしょっちゅう世論調査の結果を発表しますね。私も一度やられてみたいと思っていつも思うんですけど、私のとこには一度も尋ねられたことないんですね。安倍さん支持しますかって聞かれたら私は支持しないって言ってやろうと思って待ち構えてるんですけど、なんでかテレビや新聞の世論調査来ない。でもまあ来た人たちはそれなりにいて、新聞社やテレビ局はその結果を時々発表します。今度の内閣を作る前7月頃、各社の世論調査では安倍さんの政権の任期がどんどん落ちて、一番安倍さんにとって不利な世論調査は 20% 台になってしまったんですね。ついこの前ぐらいまでは安倍さんの政権を支持するという人はいいか悪いか本当あんまり良くないんですけど5割以上いた時期もあるんですよね。安倍さんをなんで5割も支持するんだろうと私は不思議なんですけど、でもこういう時もありました。でもこのところどんどん落ち込んで安倍さんの内閣の支持率は20何%ということになったんです。安倍さんすごく慌てたんですね。このままいると内閣が持たない、世論の支持率が2割台になってしまったらもう内閣が持たないということで慌てて新しい内閣を作ったわけです。今までの内閣は本当に評判悪かったですよね。稲田さんなんかデタラメをやる、防衛庁長大臣なのに自衛隊に対して選挙で利用をしてみたり、あるいはアフリカの南スーダンで自衛隊が非常に危ない目に遭ったその報告をした日報を隠してしまったり、稲田さんとんでもないことをやった。これだけではなくて安倍さんの大臣閣僚たちはいろんな変な人がたくさん出てきて、そして安倍さんが一番問題なのは森友加計疑惑の問題。これはもう多くの人が皆さん知ってるように、あれ絶対安倍さん関係してるよね、安倍昭恵さん真っ黒だよね、みんな思ってるんですよ。ですから安倍晋三さんも真っ黒、安倍昭恵さんも真っ黒、そういうことで支持率が急速に下がってきた。それをなんとか挽回しようとしてこの前内閣の改造をやって、野田さんとか河野太郎さんとか今まで安倍さんに批判的な人も入れて広く意見を聞くから少しは私の内閣を支持してくださいということで安倍さんやったんですね。普段こういう内閣改造をやるとご祝儀ってあるでしょ、ご祝儀相場、ご祝儀があった時には誰でもまあめでたいことがあったんだから少しは支持してやろうか負けてやろうかってことで内閣改造するとご祝儀相場でたくさん数値が上がるんです、支持率が。ところが今度はあんまり上がらなかったんですね。そして世論調査いろいろ聞いてると安倍さんは今第1回目総裁になって第2回目自民党の総裁になって来年の9月が第3回目の総裁になりたいと安倍さんは思ってるんですけど、先日やった世論調査ではほとんど6割の人が安倍さんは第3回目は総裁やらない方がいいって言うんですよ。6割ですよ。安倍さんを支持するという人は2割ぐらい、安倍さんもうやめた方がいいって人が6割ぐらいいるんです。私にはちょっとも世論調査来なかったけども私と同じような考えの人がこの世の中にいっぱいいるんだなとつくづく思いました。皆さんもそう思うでしょう。安倍さん明らかに嘘ついてる、安倍さん危ない、アメリカと朝鮮がもしかして戦争をやりそうだ、こういう時に安倍さんは何やってるんですか。一方にアメリカに一生懸命味方をするだけで本当にこの戦争を止めるために平和国家日本のそういう役割も果たそうとしていない、もうこれ以上安倍政権続けたら嫌だよ、多くの人が思ってるんです。これ本当に倒せるんですよ。安倍さんの支持率をもっと下げて1割台にでもなったら安倍政権吹っ飛びますよ。ですから私たちはこれだけ悪い政治を次々やって、そして多くの人に嘘をついている
この安倍内閣を何としても倒した方がいいって、もうやめてもらいたい。そしてこの前作った戦争法とか消防罪とか、こういう法律はもう一回全部ひっくり返して再検討してもらう、そしてやめてもらう、こういうことを安倍さんの内閣が倒れたら実現することが可能だと思うんです。皆さん、あの政治を変えるというのはなかなか容易なことではないんです。特に自民党と公明党が今2つの党がしっかり連携してますから、これに対して野党各党がバラバラでみんな候補者を立てて戦ったら勝ち目がないんです。これでずっと安倍さんは自分の政権を維持してきたんです。ただこのところ安倍さんがすごい困っているのは、このバラバラだった野党が4つの野党が一緒になって候補者を一本化して安倍さんの与党に立ち向かうという動きがある。安倍さんはこれを何とか壊したいんです。4つの野党が一緒になったらたまんない。だからいろんなことでこの4つの野党の動きはあんまりうまくいってないんだって宣伝をいろんな新聞とか一部のテレビを使ってやるんですね。私たち市民はこの4つの野党がきちんと連携をして、そして市民の声をよく聞いて市民と一緒になって新しい政治を作るために、こうした安倍さんの政治はもう嫌だ、こうそれに代わる政治を作るために頑張ってもらいたいなと今思っています。いろんなところで外交宣伝をやったり、消防罪に反対したり、戦争法に反対したり、憲法の最悪に反対する、いろんな行動が全国で市民が動いています。こういう市民が一緒になって政治を変えるために安倍さんを退陣を目指して、そうした世論がもっともっと大きくなったら、私は世の中が変わっていくんじゃないか。今ご通行中、ここを通っておられる皆さんが新聞に聞かれなくても、テレビに聞かれなくても、安倍さんの政治はもう嫌だと思いましょう。そして一緒にそうした声を上げて、安倍さんの政治を一刻も早くやめさせるためにお互いに頑張れたらいいなと思います。お話聞いていただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。最後に歌を、締めたいと思うんですけれども、まず行動提起を行いたいと思います。今月はですね、とても猛暑が続くと言われてましたが、ちょっとこの昨日今日とは涼しい日が続いています。昨日閉会中審査が行われました。さて、8月の19日も19日行動は行います。8月19日はちょっと涼しい時間帯ですね。ちょうどこの時間帯、5時から6時の夕涼み集会にしたいと思います。その前に、労働弁護団とか労働組合の方々が、集会をやるんですね。これが4時から5時まで同じ議員会館前で行います。労働組合、労働弁護団の方々が、8月19日4時から5時まで集会を行って、5時から6時まで、総掛かりを行います。まあ、2時間ほどなんですけれども、ちょっと涼しくなってきていると思いますので、皆さんぜひ参加してください。この今、残業代ゼロ法案、首切り自由法、こうやった私たち労働者を苦しめる法律が続々と、自民党から出されようとしています。これに対抗するのはもちろん皆さんの一人一人の声、そしてたくさんの組織を持つ労働組合の皆さん、労働弁護団の皆さんがここで踏ん張ってもらって、この残業代ゼロ、いくら働いたって残業代が出ないという法律を自民党は出そうとしている。首切り自由法、金銭解決、金を積めばいくらでも首を切ることができる、こうやった首切り自由法だとか、そういったことをこれから出そうとしている。これに立ち向かおうとしている労働弁護団、労働組合の皆さんの集会にもぜひ市民は連帯して参加していただきたいと思っています。4時から5時がその組合の集会、そして5時から6時が総掛かりです。8月19日、本当お盆の最後ですけれども、ぜひ国会の議員会館前にお集まりください。続きまして9月の8日に、実は安倍会見を打倒するために、私たち総掛かりを超える大きな、本当に大きな総掛かり行動を作ろうと思っています。このキックオフ集会が9月8日にあります。夜から中野ゼロホールですので、こちらもちょっとこれから告知しますので、予定に入れておいてください。
あと9月の19日、これは何と言えばいいんでしょう、未周期なんでしょうね、戦争法が成立してから2年目の9月19日、この日は国会正門前で6時半から大きな集会を行います。6時半に9月19日、2年経っても忘れない、むしろ私たちの運動大きくなってますよね。この9月19日の2年を迎える戦争法を絶対に廃止しようという行動、正門前で行いますので、ぜひぜひお集まりください。そして11月3日も憲法記念日なんです。11月3日は、お昼ぐらいからもう本当に1日がかりになってしまうとは思うんですが、国会周辺で大きな、国会行動を行おうと思っています。安倍政権の改憲に反対する戦いを行います。安倍、今ニュースではいろいろと安倍首相の改憲スケジュールが狂ってきた、安倍首相の改憲スケジュールが遅れてきた、そういった報道されてますけれども、ここで私たちが気を抜くことなく、私たちは私たちの改憲反対、憲法を守る戦いを今から準備していきましょう。今から準備して、私たちは安倍改憲を絶対許さない運動を準備してますよとしっかりと見せることが、それこそ抑止力になると思うんですね。なので私たちは私たちの憲法を守る戦い今から開始して、そして11月3日大きく国会を取り囲む大きな集会にしていきたいと思いますので、皆さん、その日程を開けておいてください。よろしくお願いします。で、私たちの街頭宣伝なんですけれども、今月は8月の22日に夜6時半から新宿駅西口で行います。夕方ですので涼しくなると思います。6時半から新宿駅西口にお集まりください。8月22日です。そして9月の街頭宣伝の予定です。9月の4日月曜日夜6時半から新宿駅西口で行います。そして9月の24日の日曜日、9月の24日日曜日にはまたここ、新宿駅南口で、この日もう9月24日になったら少し暑さも和らぐかなということで、午後3時から9月24日新宿南口で行います街頭宣伝、ぜひ参加をしてください。よろしくお願いします。それではですね、私たちずっと諦めない戦い、そしてこの諦めない戦いっていうのを沖縄から学びましたね。沖縄での不屈の戦い、諦めない戦い、こういった沖縄の戦いに学びながら、私たち、秘密保護法が、成立しても、津田的自衛権が行使容認閣議決定されても、戦争法が成立しても、共謀罪が成立施行されても、それでも諦めない戦いを作ってきた。それがやっぱり今の安倍政権の支持率低下、こういったところにつながってきてると思うんですね。この労働法の改悪もそうですし、私たちの生活、全然良くならないじゃないかっていう、こういったふつふつとした怒りがだんだんと形になってきた。それは私たちの諦めない戦いの成果だと思っています。今からオラシャヤンという歌を歌って、最後に私たちが作った私たちに力をという曲を2曲続けて歌います。オラシャヤンという曲はフランス語で諦めないという言葉なんですね。フランスのデモに行くときに、フランスではデモに行くときにオラシャヤンという曲を歌いながら、みんなデモに行ったりしているらしいんですね。なので私たちも街頭宣伝の終わりにはいつもこういった歌を歌っています。皆さん、デモとか集会行かれたことありますか？ニュースで見たことありますか？外国だけじゃないんですよね。韓国ではこのデモで、キャンドルデモというので、大統領が辞任に追い込まれました。そしてトランプさんがアメリカの大統領になった時も、反トランプデモというのが大きな規模で行われました。当たり前のことなんですけれども、なんだか日本ではまだスタンダードになってないような、そんな気もしますけれども、ぜひ皆さん興味本位でも構いません、ぜひ、集まってみてください。国会前で声を上げることが、権力者たちの思うままにやりたい放題にさせない、そういうことを抑える力があるんです。反対している人たちがたくさんいるということを形で示すことはとっても大事なことです。ぜひ皆さん、集会やデモに足を運びください。今、新宿南口をご通行中の皆さん、今
か暮らしやすいですか？仕事はどうですか？お給料は上がってますか？俺たち兄さん、バラバラにされ、利用に操られている。誰もかもが自己責任、奴らはそれを自由という。ありがとうございました。聞いてくださった方、ありがとうございました。私たち
に力をというオリジナルソングは、九条小松菜の YouTube で見れますので、ぜひこちらの方もご覧になってください。一緒に政治に諦めない、世の中変える、政治を変える、選挙を変える、そういうことを一人一人が考えて行動していけば絶対に世の中、いい世の中になっていくと私は信じていますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。署名を集計したいので、こちらに、持ってきてください。署名されている方こちらに持ってきてください。さっきすいません、行動定期に抜け忘れちゃったんですけど、9月18日は、さよなら原発の集会があって、総係はプレイ企画を、緊急に担当することになりまして、やりますので、12時半から1時半までの間、プレイ企画で沖縄の、担当でやります。カチャーシーとかそういったことも仲間たちがやりますので、ぜひ皆さん一緒に集まって、いつもの調子でですけど、これ踊ったりしましょう。それでは9月18日19日と連続行動になりますけれども、暑さに負けず頑張っていきたいと思います。本日の参加者は、41名でした。今署名を集計していますので、署名を、こちらに集めてください。署名集計した数はまた、Twitter、Facebook などで、流しますので確認ください。本日はちょっと過ごしやすかったんですけれども、雨が降らなくてよかったですね。あとチラシまだありますか？ありますか？じゃあ詰めたこっち持ってください。チラシありますので、もしもうちょっと欲しいわという方はこちらにありますので持って行ってください。それでは本日大変お疲れ様でした。気をつけてお帰りください。また街頭宣伝でお会いしましょう。